舞は大好きなお父ちゃんのために。舞い上がれ。父、こうたさんの苦悩は、幼い舞にも伝わっています。今、落ち込んでいる父を励ますことができるのは、模型飛行機を飛ばすこと。ただの模型飛行機ではなく、舞自身が一生懸命作った手作りの飛行機。その飛行機が空高く舞い上がれば、大好きなお父ちゃんもきっと喜んでくれるはず。きっと元気を取り戻してくれるはず。舞はそう思っています。第14話のお話は、工場の経営不振から抜け出すための糸口をつかんだコウタ。そんなコウタは、古くから付き合いのある金型製作所に金型を作ってほしいと頼み込み、新しいネジ作りに挑んでいく。一方の舞は、古本屋にくるみも誘って、たかしと三者三様の過ごし方をする。舞は、お父ちゃんを元気にするために、模型飛行機を作る、と。そんな舞に共感したくるみも、模型飛行機を作り始める。翌日、そんな舞とくるみが作った模型飛行機を飛ばしてみると。そして、コウタも新しい金型が届けられ、新しいネジの試作品作りに挑戦し、あと一歩で完成するところまで来たが、納期前日にトラブルが発生し、第14話はこのようなお話になるようです。舞は模型飛行機作りに夢中。大好きなお父ちゃんは自分が作った飛行機が飛べば、きっと元気になってくれるはず。子供は親が話さなくても、雰囲気や言葉の節々や表情、その他のことで分かってしまうものでしょうね。特に舞のような繊細な子供ならなおさら。くるみちゃんも無職のお父さんを元気づけたい。そんな気持ちがあるのでしょう。そして、こうたさんは家族のために、受け継いだ工場のために、足を運んで頭を下げ、考えて悩んでいます。舞の笑顔を見て、諦めようとしていた心にまた火がつき、なんとかなるようなところまで行くようですが。第13話では、行きつけとなった古本屋デラシネで、飛行機作りに励むことになった舞。大人の目から見ても難しそうな設計図を何度も熱心に確かめながら竹ひごを火に炙り熱で曲げようとしているのでしょうか。でもうっかり焦がしてしまいうまくいきません。一方、たかしくんはというと店長の八木さんが執筆したという詩を読みふけりながらもふと詩を書くのって楽しい？と尋ねます。一体どうしたらこんなにたくさんの魅力的な言葉が出ているのか、不思議でたまらなかったのでしょう。しかし即座にしんどいという重い返事。きっとこれまでの八木さんの人生は周囲と打ち解けることも溶け込むことも難しく、これまでの人生の苦渋や創作への思いのだけがその短い4文字にすべて濃縮されているようにも見えます。詩に限らずですが、何もないところから何かを発明したり、描いたり、作曲したり。創作するということは、女性の出産の苦しみに似ているようにも感じます。考え、考えて、もがいて、苦しんで。その末に掴んだ花は、それまでの苦労もすべて消し去ってくれるほど、我が子のように愛おしく、生きていることの素晴らしさを実感するのでしょう。その作家冥利を理解するには、今の小学生のたかしくんには難しいことかもしれませんが、そう遠くない未来なのかもしれませんね。一方で、
妙理が尽きかけてしまっているのが、舞の父、浩太さんの工場の経営。仕事が得られなければ、今後一切の収入が断たれ、従業員に支払う給料もなければ、ハルトの学費すらも捻出できなくなる状況。日に日にその経営も目に見えて苦しくなっているようです。そんな中でも、営業先に何度も何度も頭を下げて、新規の仕事を得ようと奮闘する浩太さんの姿に、下町ロケットを彷彿とさせられます。2015年に放送され、阿部寛さんが演じられたことでも有名となった下町ロケットですが、あらすじを簡単に説明しますと、宇宙科学開発機構の研究者だった主人公の浩平がロケット事業に取り組んでいたものの、7年前の打ち上げ失敗の責任を取ることになり、あえなく退職。ゆえに、お父さんが残した製作所を継ぐことになるのですが、経営難が続く会社な上に、取引先から取引を中止されるばかりでなく、さらには銀行からも融資の打ち切りを告げられるなど、だんだんと経営は傾いていき、とうとう倒産の危機に直面してしまうというものです。どんな危機でも諦めない主人公と、ふと父、浩太さんの姿が重なって見えたのは、きっとたくさんの人がそう思われたかもしれません。諦めず営業先に頼み込む浩太さんですが、仕事をもらうということは、よその工場から仕事を奪うということ、と冷たく一蹴されてしまいます。言っていることは確かにもっともなのですが、こちらはまさしく、仕事を奪われてしまった側でもあるので、そこをどうにかしてほしいところです。八方塞がりになるにつれ、次第に弱気になってしまう浩太さん。舞の兄、ハルトにも思わず私立を諦めるよう説得するも、当然納得がいくはずもなく、一人寂しく暗い部屋でむくれてしまって、ちょっとかわいそうでしたね。なんとかしてあげたい気持ちは両親ともにあるのですが、互いの気持ちがすれ違い、今はそっとしてあげるしかなさそうです。それでも母めぐみさんの言う通り、公立でも今のハルトの実力ならば確かに可能かもしれませんね。気落ちしたままお好み焼き屋梅津のマサルさんに相談へ。これまでの自分の中で溜め込んでいた苦悩、後悔、様々な気持ちが渦巻き、吐露する浩太さん。古い友人のマサルさんにまで、こうちゃんらしくないと言われるほど。よほど追い詰められているようにも見えたのでしょう。それでも、同じお父さんの背負っていた看板を受け継いで働く姿を嬉しかったというマサルさん。結果がどうであれ、地味に地道に努力を積み重ねる浩太さんの姿を見て、互いにいるだけでも心強い存在だと確信して、そのことに気づかされた浩太さん。即座に気色悪いと返していましたが、それは気恥ずかしさから来たものであって、その返事の裏に忍ばせたありがとうの気持ち、きっとマサルさんにも伝わっています。今の彼にとって、そのマサルさんの思いは、この上ないほどの元気を与えてくれたようです。遅い時間に家路に着いた浩太さんに、舞は昼間の飛行機の失敗を相談していました。工場が大変な状況でも、きちんと子供の相談に耳を傾け、丁寧にアドバイスして、遅くはなったものの、遊園地にも連れて行く約束も果たすお父さんに、思わず尊敬してしまいます。遊園地には行かなかった、ハルトの分まで楽しむことにした、舞と父、浩太さんでしたが、
きっと彼にもいい息抜きとなったことでしょう。ちなみに、舞たちが訪れた遊園地は、奈良生駒市にある生駒三条遊園地。舞たちが住んでいる東大阪市との境にある遊園地で、今回舞が乗った飛行機の遊具、飛行塔は、現存する大型遊具としては、国内最古とも言われているそう。飛行塔での景色や空の色。この日は、舞の中で忘れられない思い出となったことでしょう。遠くから東大阪の景色を眺めつつ、キラキラしてるとつぶやく前に、豪太さん自身も勇気づけられ、後日粘り強く営業に向かった甲斐もあり、ようやく手にした一件の試作の案件。しかし企画品ではないので、作業工程も多く、納期も厳しく、かなり難しそうです。でも、もう弱気な豪太さんの姿はどこにもなく、水を得た魚のように、生き生きと輝いていましたね。この後の舞の飛行機作りも、豪太さんの仕事も、どうなっていくのか楽しみです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。